その時、ピーターのおじいさんが出てきました。ピーターが外へ出て行ったので、怒っているのです。おお、そこは危ないんじゃ。森からもし狼が出てきたらどうするんだお前は。手をつかむと門を閉めて家の中へ連れて行ってしまいました。